の広丸は、浅野総一郎の主導で、日本最初の国産公用型石油タンカーとして、計画された船。気港後に設計変更され、可客船として、春高、東洋機船に属して、南米への移民輸送に用いられた。後に、本来の用途であったタンカーへ改装され、1935年に、廃船となるまで使用された。なお、浅野物産が、 1935年に、ノルウェー戦赤タンカー、ビーグリードを取得し、乗り広丸と命名している。太平洋戦争中に、日本海軍に徴用されて、特設給油船として行動中、1944年1月4日から5日、アメリカ潜水艦、ラッシャーにより撃沈された。以下、トン数表示のみの船舶は、東洋汽船の船舶である東洋汽船創業者の、 浅野総一郎は、天洋丸型貨客船など、画期的な大型船整備を推進する傍ら、石炭に代わる燃料として、石油の将来性にも早くから着目していた。浅野は、石油の輸入生成事業を計画し、イギリスから、総陽丸、竹広丸、常陽丸の3隻の大型タンカーを購入すると、共に、日本でも2隻の大型タンカーを建造することにした。 こうして計画された国産船の一石が乗広丸である。乗広丸の建造は天洋丸の建造経験のある三菱造船所へ発注され1907年6月に寄港された。日本ではそれまで虎丸のような小型タンカーしか建造例がなくおよそ1万総トンの元船は国産初の公用タンカーとなるはずであり世界的に見ても 当時最大級のタンカーであった。基本構造は船尾機関型で船体中央に船橋を配置する姿で当時の大型タンカーに確立されつつあるデザインであった。建造費用については造船省令法の適用を受けている。松井によると1908年10月3日にタンカーとして浸水した。ところが、丸の後、 国内油田の保護を図った日本政府は、輸入原油に対する関税を引き上げた。これにより浅野は、石油事業の中止に追い込まれ、日本に開港されていた、総用丸は、イギリスのザ・シッピング・コントローラー社に、常用丸は、日本に開港されることなくイギリスの CT ボーリング &CO ・リミテッドにそれぞれ売却され、本船に続く2隻目の国産タンカーは、 建造を取り消された。タンカーとしての運行見込みを失った、のりひ丸は、イギリス製の、竹広丸とともに移民用の貨客船へ、用途変更されることになり、石油タンクを貨物室に改装し、デリックポスト5組を増設するなどの設計変更を受け、1909年10月に浸水した。貨客船に珍しい船尾機関型の船体に、 タンカーの面影が残る。乗客定員のうち三等船客が多くを占めている点は移民船の特徴である。その後、偽装を経て竣航した。竣航した、のりヒロマルは移民船として、ブラジル行きの南米航路へ就航した。東洋汽船は移民航路にも力を注いでおり、1909年4月制定の遠洋航路補助法による助成を受けて、 南米航路はサンフランシスコ航路から転配された日本岸急下客船3隻で運航されたが内装はサンフランシスコ航路時代のままで南米航路での使用実績に適しておらず改善が必要となったこのため船室改善の目的でアメリカ岸の大船として竹広丸を日本岸の大船として乗広丸を南米航路に投入 タンカー海藻の、のりひろまる、たけひろまると日本岸急下客船、香港丸の3隻体制で、南米航路を安定運航した。南米航路から撤退した2隻のうち、アメリカ岸は大阪商船に売却された。しかし、改善したとはいえ、のりひろまる、たけひろまるはタンカー海藻香港丸は、 サンフランシスコ航路からの天配船であるため、移民船内の居住環境は良好とは言い難く、東洋汽船はより抜本的な船室改善に乗り出した。1913年6月に、新造の安陽丸を導入して、香港丸を置き換えた。同年にはイギリスで建造中の火客船を購入し、9月に西洋丸として南米航路に投入し、 竹広丸を置き換えた。竹広丸は10月に本来の姿であるタンカーへ改装されて使用されたが、1917年にイギリス海軍に売却され、香港丸はサンフランシスコ航路に復帰後、翌1914年6月に大阪商船にへ売却された。1914年9月、ブラジル行きとして公開中のノリヒロ丸は、 第一次世界大戦の影響で、ハワイへ70日もの長期滞留させられたため、乗客395人のうち120人以上が、発病、毎日40人が、繊維の診察を受ける状態に陥った。本店からの指示で、サンディエゴへ出港したが、下級生民の半数が、洋上は危険だと主張して反抗したためハワイへ、引き返し、 最終的に同じく停泊中の西洋丸へ貨物と健康な乗客を移して日本へ帰還することになっている。その後、軍艦用の燃料として石油需要が伸び、海軍の給油艦、指示機が建造されるなど、タンカー増強の機運が再び高まってきたことから、乗広丸は本来の姿であるタンカーへと改装されることになった。 1920年6月16日、横浜港で停泊中に、機関室からの出火により、船体を損傷した、のりひろ丸は、南米航路からの撤退が決まり、大船の、落葉丸が建造されていたことから、その復旧工事と、並行して、タンカーへの改装工事を行った。改装工事は、1921年に完了した。同年に、鈴木商店が計画した、 タンカー、立花丸が完成しており、本船ではなく、立花丸が、日本初の本格的な、国産公用型民間タンカーと、評価されている。タンカーとなった、のりひろ丸は1935年1月に、解体のため東京シアリングに売却され、スクラップビルド方式の補助金施策である、第一次船舶改善助成施設を適用して、建造される。 専用丸の解体見合い船として解体された。ありがとうございます。